おいしょ。さあ、ヤギが暴れる。もうネットが低いからヤギが暴れそう。ヤギさっきね、はい、予告、予告、この試合の予告して。もう始まってるよ、始まってるよ。予告って何？なんかこの試合はこんな風になりますみたいな。ヤギが暴れます。あ、そうね、なんか友也曰く、友也曰くヤギが暴れるそうです。ヤギが暴れる試合になります。はい、始まりました。チーム紹介です。サンカップ会社復活リーグのなんとチロ対決ですね。あーね、どちらが復活できるのか。はい、チーム発表して。おい、ちょっと待って、今のナイスキーやん。そんなことしちゃいけんやろ。チーム発表します。チーム発表まだ分かってないと手前みたいな。手前僕らのチロルズ。なんかあ、ナイがピースしてくれた。北九州のナイ。もう一回、今もう一回ボール来て、ボール来たよ。あ、ボール。ボール見て。ボール見て、ナイ。集中。ライトバック北九州のナイ。北九州。で、トバック中村学園の夏美。佐賀の夏美って言ってあげて。ライト。ライト。サウスポーのコウスケ。もう情報がバラバラよね。レフト。テニス部元。元テニス部、元テニス部サトル、サトル。はい、次、はい、奥、次奥、ライト、ライト、地元糸島智也。レフト、広島の暴れん坊ヤギ。おーい、大好き大好き。昨日見られんやつ。なんかヤギがさ、結構さっきから暴れとるよね。そうそう、さっき調子上がってきた。最後ね、さっきの試合も結構ね。それ終わってから。あ、OK。ライトバック、あ、同じ名前のさき。タイミングで1時間寝坊しました。はい、結局来てません。レフトバック、傘の用意を。レフトバック、薬のともみ。はい、オッケー。薬のともみ、一人だけ3年生ですね。病弱みたい。そうですね、はい、もう一人2年生もおるばい。あ、そっか、さきもおった。え、解説するじゃないと、あいつ。あ、宮田さんたちも嫌いだ。あ、あっちも試合してるんだ。宮田さん入ってください。あ、はい、1年生試合。はい、さっきまでもう解説するってめちゃめちゃ何。うわ、なんかおるし。ただ、はい、なんかね、リンリンとね、練習するってやけどね、途中で呼んでくださいって言った。あ、ね、気づかんかも。はい、サトルが暴れるみたいな。なんかこう1年生の成長が見られる。ね、確かに。よしやき、頑張れ。そうね。こちらの試合の解説は藤野、私、藤野咲と本田よしやきと中村かな子と本田ゆうやでお送りします。ナイスブロック。3年と2年ですね。そうね。こっちの勝ちですか。解説を解説よりこっちの勝ちじゃなくて、試合の解説して。俺らのことどうでもいいって。画面映ってねえし。あ、もう悟るどんだけマジかいやん。めっちゃいいやん。あんまりバレー分からんの。俺も分からん。ちょっと待って、じゃあなんで解説するとか言い出したの。面白いやんね。面白いやん。じゃあして。だってね、今さっき竹下からね、はあ、さっきこうなんかブロックのコースは大丈夫みたいな、はあ、ちょっとよく分からんかった。何な、じゃあそれなんかコースを開けるかって。それを解説してください。ちょっと待って、試合の解説して。試合の解説して。あのブロックの飛ぶ位置は大丈夫って意味でしょ。そうそうそう、それがよく、それうちのよしあし分からんしね。上がる。よしあし、よしあき、よしあき、よしあき、分からんしね。そのよしあきよく分からん。なんかここがこうやけん、うちがここにおるってよく分からんでやる。ちょっと待って、俺今ラッキーって言ったけどさ、俺は何、こっちを応援しとるん俺。どっちも手前側応援してるんじゃない。あ、なるほど。チェンコしたらこっちを応援するみたいな。あ、ちなみに、あ、解説入ります。はい、どうぞ。あの手前のチームは、はい、洋服を UT で揃えてます。 UT とはユニクロの T シャツです。 UT T シャツじゃなくUT です。え、何、ユニクロの T シャツ。え、UT って、ユーヤの横に行けばいい。いいよ。じゃあうちの後ろ来れば。ユシヤキ前におったら見えんのやつ。何か見せようか。さきナイスサーブ。はーい。ナイスサーブ。はーい。
ナイスカットですね。サトルがナイスフォロー。ももや飛ぶよね。あー、あげる。あー、うわー、そんなことしたら強いわけないじゃんか。今のはいいね。トモヤめっちゃ飛ぶよね。トモヤだって足やばくない？スマート VS ムキ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 。あー、なるほどね。確かに。ゴミのお持ち帰りについてお知らせします。ビーチの自然マジトモヤムキムキすぎな。うん、なんかやばい、ガタイがいいもん。月経時にお配りしたビニール袋に、ね、なんででしょう、サボったんじゃない？お持ち帰りいただきますようご協力をお願いいたします。ムキムキのヨシアキってこと。参加賞のバナナの箱もお持ち帰りいただきますよ。ムキムキのヨシアキ繰り返します。あれやん、なんかハライチみたいな。ムキムキのヨシアキか。お、じゃあユーラしてくれとしてね。の取り組みとしまして、そういうのよ、はい、しよう。月経時にお配りしたビニール袋に結構落ちたの、お持ち帰りいただきますようご協力をお願いいたします。参加賞のバナナの箱もお持ち帰りいただきますようお願いいたします。ただその今立ち上がってるここが多分どっちかが。やっぱヤギといえば赤パンですね。ヤギといえば赤パン。だし？なんで？ダイさんたちが帰った。あ、なるほど。ジュンさんたちはおるけど、あ、チロと1チーム、チロが1チーム作ればできる。あ、なるほど。向こうの練習になるのかっていう気分。ナイスナイスナイス。頑張れ。ちなみに向こうでは、チャス宮崎さん、アンジュ松浦さんが試合をしております。消化試合らしいです。見に行けなくてごめんなさい。あ、そうなん。宮崎はもうやる気ない。なんでやる気ない。いいよ、それがそういうことやられたの。あいつのせいで負けたみたいなと思って。 T 入ります。 T 入ります。 いい。トモス お、でもムキムキがかってる。 ありがとう。そんな差はない。おいや、言うよ。あ、すいません。てか、乗せた。バカじゃない。バカじゃない。乗るわけないやん。バカじゃない。ヨシアキが振り向きました。ヨシアキがなんか乗る、私乗りますよみたいなポーズするんかと思ったよ。ヤギ、これゼロゼロチェンコってやつじゃない、もしかして。うぉ、ゼロゼロチェンコ。セルめっちゃ競ってます、さすが。いい試合しますね。将来有望な彼ら、彼女ら。将来にもう夢も希望もない富士の先。何あるよ、まだまだちょっとあるよ。 何があると。夢。何夢。あ、希望。あれやろ、仕事しないで家でずっとぐーたら過ごしたいやろ。違う、まあ、うん、そう。それにコーギーがいればなおよしぐらいや。あ、コーギー。そう、コーギーとハリネズミがいたらなおよし。生活の一部にね、花を吸う。だけ家の中でもコーギーとハリネズミとずっとひたすら一緒に入れれば OK やろ。そう、戯れたい。かわいそう、旦那さん。昼ドラを見て。なんでドロドロしたの。あ、あまり。あ、ドリじゃない。あー、ドリだ。でもね、昼ドラはあんまり好きじゃないんだよね。え、いつごは。まあ、それまた、うん、うん、そうね。あのさ、もうやってないやん、いつご。ヒットとかいつごってたよ。もったいないサーブミス。クリーニングとか浮気とか。それがうち無理。なんでそんなんするとって。もうなんか抗議の電話入れたくなる。多分そんなことするけん、世間の奥様たちがこれ見ながら、そうね、私もやってみようかしら、クリーニングしてみようかしらみたいな。そうなるじゃん。もうテレビの影響って恐ろしいですね。ちょ、解説して。クリーンテーマ食べますよ。バーウト。上戸彩が不倫役勝利。選手の皆様にお知らせいたします。すべての試合が終わったチームの代表者は、何解説するの、昼ドラの話。昼ドラじゃねえやん。すべての試合が終わったチームの代表者は、ホームテントへお越しください。あ、そうだった。ワンチ？ワンチって。ワンチ。サーブミスが多いな、ちょっと。やっぱあれかな、水吸ってるから重いよね。ああ、そういうことね。水吸って言い出したから。水吸ってるから。水吸ってるからみたいな。ちょっとよくわからないけど。スルーです。いける夏美。いいですね。はい、点数。急いで。はい、取ります。はよ。邪魔。14対14です。めっちゃ競ってるやん。これもう20
21までやってほしいよね、なんかもうね、させてくれんとこやな、暴れる、どうしたの、あでもさっきね、一瞬調子良かったんよね、でもあれだね、1年生同士だけやりやすさやね、まあ、言いたいこと言えるし、のびのびとね、バレーを、うん、先輩に気使わずいてるもん、やっぱ先輩とやったら気使うかね、気使う、もうすいませんってなるやん、俺も気使うわ、お前もね、よっしゃー、ヤギのドヤ顔な、15対15、あちなみにヤギ髪切りました、チェンコかい、チェンコチェンコチェンコ、いや、チームの呼び出しをいたします。チェンコ勝つ、もしかしてサドンデスなんじゃないのか。チームパラクラブ3は本部テントへお越しください。サドンデスっぽいね、これは。今日これ見るの3回目ぐらい。ちなみに俺1回の大会で2回やったけど。本部テントへお越しください。セットンと組んだ時に。やっぱカットの方が有利だよね。ああ、どうも。先生に教えて、勝ったのにサーブ取った。うん、バカやな。カットともみ教えたい、ともみ、あ、よかった、オーケー、ともみ3年目教えてあげて、サーブ誰でもいいのに、あ、こうな、そうだよ、それでうち1回ミスったさっきやろうってなってミスった、うわー、上がってる、うわー、確かに持ってるというわけで、まあ大体1年生の、まあ、前衛1年生試合ですね、勝ったのはサトル、コウスケ、スマートコンビでした、お疲れ様です。